歌舞伎町ドリームのライトンです。もうまた聞くの？毎度毎度の男あさりをイケメン探し。いやもう完全に強制で出てます。あと3度ということになったので、今回合わせて3度なんで、あと3回だけ戦います。歌舞伎町のホストっていうから期待してたのに、同じような体験のデブじゃない。私はデブじゃないわよ。あのデブなんか殺しちゃうから。まあ同じぐらいの重さなんで、本当にただのデブであることを祈りたいと思ってます。ちょっとあやみちゃん、1ラウンドってどういうこと？2ラウンドやりたいのに。あんたでしょライトン。私は2ラウンドやりたいのに、1ラウンドでぶっ倒しちゃうから。まあ相手を倒すパンチ持ってないんで、判定勝ち狙って頑張りたいと思います。今回のパニはプンプン丸だよ。いろんなとこグリグリしちゃうから、グリ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 。心が折れても倒れないようにだけは努力したいと思います。3分で短いけど、ライトン君、私が一生懸命相手してあげるからね。優しく。でも痛いかもしれないけど、ごめんね。俺が主役。パニが主役よ。青コーナーボーイズバータカ、パニー選手。赤コーナードリームライトン選手の入場です。どういうことなんですか。注意与えられますよ、名前を張れによ。
さあ行こう行こう。さあ一分経過。ちゃんとしてんだよな。練習してきてたら見えちゃうんだよ。最後。最後。1ラウンド1分42秒、アウトコーナーパリ選手の TKO の勝負となります。さあこの試合は勝利者賞といたしまして、株式会社インク様より匠の技そうめんを贈呈いたします。ありがとうございます。ちゃんと強かった。すいません、頑張ります。すいませんでした。そんな怒る？